鈴木刑事は、茨城県上層市出身の日本の柔道家、体育学者。学位は、体育科学修士、スポーツ科学修士。国士館大学体育学部、教授。2004年アテネオリンピック柔道男子 100kg、超級金メダル。四樹法省受賞。早稲田大学大学院スポーツ科学研究科修士、家庭修了。平成関西柔道部を経て、 国士官、大体育学部専任校主権男子柔道部監督に就任。2004年アテネオリンピックでは 100kg 超級で、金メダル。世界柔道選手権大会は 100kg 級と、無差別級で優勝しており、前人未到の3階級制覇となった。全日本柔道選手権、大会4回優勝。2006年、モンゴルで、第1回、チンギス・ハーン賞を受賞。 血液型は AB 型。柔道は3歳の時に兄の影響で始めた。世界選手権で2度3位になった、小野隆とは、石毛町体育協会柔道部で同期だった。全国少年柔道大会で、小野らと準優勝。石毛町立岡田小学校卒業。小学校で慣れなかった日本一になりたいと、国士館中学校に進学し親元を離れて、寮生活を始める。 中学、高校時代は河野一世が指導した。河野が使っていた合気木突を鈴木のザウの命にしていて尊敬する人物を河野としている。高校時代より国士官のエースとして頭角を表し、世界ジュニア柔道選手権大会や行動完売全日本柔道体重別選手権大会の 100kg 級で優勝した。 しかし、当時同階級の絶対的エースとして活躍していた、井上厚生の影に隠れる存在であった。2003年の全日本選手権は、決勝で、井上に、豪快な内股で敗れたが、初出場となった、世界選手権では、無差別級で出場して、優勝を果たした。しかし、自身はあくまで1 0 0ラム級での五輪出場に、こだわった。だが、 2004年に1 0 0ラム超級に転校し、全日本選手権では決勝で井上を破り初優勝、宗田康幸との熾烈な代表争いを制して2004年8月のアテネオリンピック1 0 0ラム超級代表に選出される。アテネオリンピックでは金メダルを獲得。2005年の世界選手権では階級を1 0 0ラム級に戻して優勝を飾り、 全人未踏の3階級制覇を成し遂げる。2008年北京オリンピックでは日本選手団の首相を務めた。オリンピック2階級制覇を目指し1 0 0ラム級に出場したが、初戦で内段潰しんバイアルに1分26秒で1本負け。敗者復活戦でも初戦でベンヤミン・ベールラにわずか34秒で1本負けと、北京オリンピックでは2試合続けて、 短時間で一本負けで終わった。その後、1 0 0ラム超級に階級を上げて、現役続行を表明。所属する平成の柔道部の廃部に伴い、2009年4月から母校の国士館大体育学部武道、学科専任講師に就任。2010年4月の選抜体重別選手権では優勝を果たすも、全日本選手権では準々決勝で後輩の高橋、 カズヒコに敗れて5位に終わった。再起を期した2010年9月の世界選手権では、初戦で、や主をオイナロビッチに一本負けを喫した。試合後に、自分でも信じられない。今でも夢じゃないかと思う。相手の技とか体調の問題じゃない。今まで何をやってきたんだろう。と述べた。直訴して出場した無差別級では準決勝で、 同じ日本の上川大輝に一本負けするも3に決定戦で R サイドフに大外刈りで一本勝ちし、同メダルを獲得した。2011年4月の選抜体重別選手権は、決勝で上川に一本負けして2位だったが、全日本選手権では、決勝で穴井隆将に大外刈りで一本勝ちして、自身4度目となる全日本選手権優勝を果たした。しかし、 8月の世界選手権では3回戦で敗れてメダルを獲得できなかった。10月にロシアのチュメニで開催された世界柔道選手権大会無差別では準決勝でハンガリーのバルナボルに一本負けを喫するが3位決定戦では大学の後輩である立山博樹を破って3位となった。2012年4月の全日本選手権では準々決勝で 新鋭の東海大学の羽賀龍之介を2-1の判定で破るも、準決勝で JRA の石井龍太に内股で技ありと指導3を取られたことで総合負けとなり、大会連覇はならなかった。また、内股で投げられた際に右肩を脱臼する大怪我を負った。5月の体重別では、右肩の怪我を押しての強行出場となったものの、初戦で世界ジュニアチャンピオンである、 東海大学の王子谷剛し日の2の判定で、敗れて、ロンドンオリンピック代表には選出されなかった。2012年7月3日、国士館大学柔道部監督への就任並びに、第一戦柔道選手からの引退を発表した。また、鈴木自身は、出場できる大会には出たいとして、国体等、日本国内での大会については、出場を続けるとしている。 11月には全日本男子 100kg 級、100kg 超級の強化コーチに就任することになった。2013年8月には選手の意見を組織運営に反映させる目的で全十連が新設したアスリート委員会の委員に選出された。2015年4月に国士館大学体育学部准教授に昇格。同年10月に第一子が誕生。 2019年6月には実業団体3部に国士館大学柔道クラブの一員として2012年10月の国体以来約7年ぶりとなる公式戦に出場した。準々決勝まで全て一本勝ちすると準決勝と決勝は引き分けたもののチームの優勝に貢献して優秀選手に選ばれた。試合後には次のようにコメントした。 今の精一杯流行ったので100点。今、これが僕のできるすべて、いい経験をさせていただきました。なお、今まで正式な引退表明はしてこなかったが、今回の試合をもって、正式に引退を宣言することになった。2020年9月いっぱいで国主館、大学柔道部の監督を退任し、同年10月からは、総監督に就任した。2021年4月に、 国士館大学体育学部武道学科教授に昇格。本来右利きであるが、左組手である。柔道以外は右利きである。小外刈り、小内刈り、内股、大外刈りなどの足技を得意技としている。通常は、小外刈り、小内刈りなどの足技は崩しや、第二の技として使われることが多い中、鈴木は一本を取れる決め技として、使えるほど足技が冴いている。 柔道選手の多くは足先を逆派の字に向けて構えるが、鈴木はほぼ平行に構える。小外刈りなどの足技をかける際は、足先を鎌のような形状にして、相手の足を刈るのが基本であるが、鈴木はこの基本に忠実であり、足の長さも相まって足技の切れを生む一因となっている。鈴木は奥襟を取らず、相手を前に引き出して崩し内股をかける。担ぎ技はやらない。 とのこと。初フイコール初戦敗退、2フイコール2回戦敗退、3フイコール3回戦敗退、準々フイコール準々決勝敗退。ありがとうございます。